キャプックの品質基準に基づき、キャプック社は実用的なビジネスセンスと厳格なハイパフォーマンスベンチマークを融合させている。世界中の1500の拠点がこの企画を用いており、キャプック社の基準はカスタマーサービス及び BPO 業界でのデファクトパフォーマンスマネジメントシステムとなっている。クリフムーはアルトン・マーティン、ピーター・ブルームがキャプック社の共同創設者である。 現在のキャプック社の企画委員会は、キャプック社の創設に先立って、キャプック CSP 企画の初版を作成した専門家のグループから発展したものであり、現在はキャプック企画を導入した組織のメンバーがボランティアで構成している。企画委員会のメンバーは、キャプック企画の改善提案及び普及に尽力し、年に2回の会議を行っている。キャプック企画には、 以下の4つのコアスタンダードがあり、企画委員会によって維持・更新されている。それぞれの企画を活用することによって、組織は高いパフォーマンスと成熟したプロセスを速やかに獲得することができる。キャブック企画は、コンタクトセンターサービスの発注者へ、企画によって設定されたベンチマーク実績をもたらすために、キャブック社によって策定された。キャブック認証は、 資格のあるサプライヤーをハイライトするために、プロセスの定義、数値実績の測定、および明確な成果を条件としている。認証を取得するために、キャプク社はサプライヤーに対し、コンサルティングサービス、ベンチマーキングサービス、トレーニングやカスタマーコンタクトセンターのパフォーマンスを継続的に測定するのに役立つプロセスの導入などのサービスを提供している。 このパフォーマンスマネジメントシステムに基づいて、キャプック社は、下記のサービスを展開している。パフォーマンス改善コンサルティングマイナスビジネスを、より良くする、戦略的業務配分コンサルティング、マイナス協業すべき適切なパートナーの選定及び、パートナーシップの発展2012年、キャプック社は、コンタクトセンターや BPO 企業のための、ベストプラクティスを定義するパフォーマンス向上基準を、 打ち出した。パフォーマンス向上基準は、キャプック CSP 規格に基づく一連のオペレーション要件である。パフォーマンス向上基準で重要とされているのは、以下の3点である。インプルーブメント、オペレーションの一貫性を維持するため、顧客満足の向上とコストの削減を実現する、ベンチョマーキング、他社との比較競合他社や、他の業界のロールモデルリコグニション、お客様、 スタッフまたはクライアントにコンタクトセンターの価値を納得させる。ありがとうございます。